神はね、気の毒だと。なんでかやったら、人間が、これこれ言うから。ね。で、しゃあないから神は、やれやれ言うて、やれやれやれって。やれ言うだけ。だけど神は人のことを、くれの神って言ってる。人は神のこと、やれの神言ってんだ。やれの神か、やれ、その、網目が、あろうござります。網目が荒い。それは、細やかじゃないの。それは中間におる、やりくりの人たちが細やか。やりくり業も大変や。まあ、釣られた西野もやりくり業の西やし、な、世間にもな、くれの神が訪ねてきよ。な、やれの神って言うでしょ。な、そのやりくりを西野が言った。な、優等生、やりくり優等生で、その西野は。な、だからその、こと起こってるんちゃうやんか。な、その時代に合わせていろいろ考えたあったのいいよな、友情に関してもね。それけどその朝鮮半島のな、そのなんかもう均一教育の化け物みたいな言い方、あれはムカつくね。ね、でも最近もんちゃん顔は挟めてるやん。な、日本の通りのが通って、日本の思考回路の方が通って、国際スタンダードじゃなかったけど、むしろ韓国や中国の家屋の家居みたいな、宦官が支配した家居みたいな考え方が国際スタンダードになりかけとって、みんなそんな望んでなかったの。なあ、メンヘラメンヘラなって言って。な、男の人がヘラヘラ、男たちがヘラヘラしてることちゃうで、メンヘラって。な、メンタルヘラス、ヘラスって。自我を殺せ、メンタルヘラスって言うの。時間ないやつが 何を儲けて誰に稼がすの知らんけど宗教か宗教経済なんていらんわ。あ、もっと不幸なんでみんな。なんでだからやれの神とかな、くれの神もないしな。でじゃあくれの神ってもこう呼んでることは、神は自分のことをやれの人って呼んでるじゃん。神は自分のことを人って呼んでるはずやで。な、人から見てこっちが神に見えるはずやね。こっちがショーの神どもね、国使いどもね、こっちは何やのあいつらやろ、そりゃ泡つかみだねとかね。だけどみんながな、その天孫とか地孫とか呼んだのはやりくりの人たち。一番心配やりくり中間管理職っていいんですよ。仕事あるやんお前のせいだなってな、どの階層にもな、それなりのな、道理、意見、正義っていうのはあるからな。それを調整するのが政治やねん、ほんとは。な、調整行為やんか、政治ってな。で、結局その、なんちゅうの、その、例えば、楓のことやったらな、楓やったら、その、遊女の下が埋まってるとこに木が入る。楓植えんねん。わざと楓植えんねん。これで帰ってくれ。植えたの西浦。申し訳なかったと帰るなきゃ植えたの西浦。そういう家。階段の葉っぱ落ちたら一人遊女が帰れるみたいなおまじないけど、実際に素粒子論したやろ。な、原子論。わかるやろ。元素変換してても素粒子は遊女の時の記憶残しながら、やっと帰れるのねって。な、お水取り論とか似た話してこんなってな。だから水は一人一人、アドレス、等級が違いますよと。一個一個の水は陶器が違うんですよ。アドレスが違うんです。住所が違うんです。元のって。お坊さんおっしゃるかもしれない。お水取りとかね。で、お水が変えられたので、東大寺な。そうするに、遊女たち。まあ、光明皇后を筆頭とする遊女たちがお帰りになられたと。まず第一段変えられたので、また、お水をいただきに行くと。なんで、琵琶湖って。琵琶湖にその、投げ直したんじゃ、もともと光明池に自炊自殺した光明皇后は。で、まあそのあれやろ、大津宮とかも遊女遊郭できたし、そのほんでもう遊郭はもう人はできないって聖武天の信楽に都を置いて、 大津見張っとって、もう遊郭できとったから、で遊女死んだら琵琶湖や、その琵琶湖からお水取りした。
灯台寺、供養台、下部天皇、信楽の宮が有名。奈良より、宮と天和と民族、宮とって藤原の大王である下部天皇の、山本天皇がまだ大津で、天神王朝を滅んでも大津で、笠田岸と天和と民族が、記事が見て、お前で大津とな、かっこ悪い歴史あんねんで、実は思って。ちょっとゾッとするやろ。な。それが東大寺の水取りの真相や。で、またちょっと動画次のにするけどな。